こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは、どうも。今長野市のロズベリーカフェに来ております。今素晴らしい、ライブが終わりました。その2人の方に来ていただいております。それではちょっと自己紹介をお願いします。はい、熊本県出身、今東京で活動しておりますシンガーソングライターの浜野ゆりなと申します。浜野さん、はい、はい、そして普段私がこういう風にワンマンライブをする時とかにお手伝いしてもらっているピアニストの松下福寿さんです。松下さん、はい、こんにちは。どこ出身なんですか？僕は神奈川の横浜市ですね。神奈川と熊本、はい、はい、その出会いはどうだったんでしょうか？出会いはライブ見に来てくれたんですね。なるほどなるほど。トランペット奏者が主催しているライブでピアノキーボードかなを弾かれてて、でそのトランペット奏者とちょっと仲があったので見に行ったらそこでキーボード弾いてらっしゃったっていう感じです。はいはいはい、なるほど。熊本から東京まで行ったそのきっかけはどういうことにあったんでしょうか？きっかけはまあもう本当にありきたりの夢を追いかけて、そう、音楽の仕事をしたくて、はいはいはい、熊本飛び出て東京に来ました。なるほどなるほど。じゃあまず東京に出て行ったところがライブハウスだったんですか？いや、私は最初はもう何していいか分からなかったので、とりあえずなんか路上ライブをしとけばいいんじゃないかなって思って、はい、1ヶ月ぐらいは路上ライブをしてました。路上ライブ出身ということで。路上ライブ出身なのかな。誰もが通る道かな。誰もが通る最初の道かなっていうところです。どうでした、やってみて？いや、もう相当大変で相当辛かったので、はい、すぐ辞めて、はい、そのちょうどその時出会っていたので、それからはもうワンマンライブを私がすると決めて、ピアノをお願いしていたっていう形です。それからもうかれこれ何年？5年ぐらい。5年ぐらい。5年ぐらい。じゃあ結構長いですよね。結構、まあなんか、なんだろう、私の修行期間として一人でやってた時期とかもあったので、途中空白とか合わない時期とかもあったんですけど、なんだかんだ5年目に一緒にやってもらってる感じです。なるほどなるほど。はい、次で歌います曲は主人公という曲で、私の大事な曲です。それでは、泣いてたまるか泣くもんか、神様なんていないから、僕は明日旅に出る、君が見た桜探すため、初めて君と出会った日、僕は嬉しく泣いていた。誰よりも綺麗な君を見て、そっと手を握りしめた。窓から見える月を見て、君は無邪気に笑ってた。小さな窓から差す光、涙のように
すごく声量のあるこう心地のいい曲であって、それから、まあ、声質だと思ったんですけども、作詞作曲もかなりされてるんですか？そうですね、今はほぼほぼ作詞作曲した曲を、まあ、ライブであったりとか、あとなんかテレビ CM だったりとか、ドキュメンタリーの音楽とかに使ってもらったりしています。なんかそういった売り込みみたいなのはしてるんですか？売り込みが一度もしたことないので、だからあの今年はちょっと自分から何か行動に出るっていうのをしてみたいなっていうふうに思ってます。なんか先ほどライブの中で、CM ソングがありますよっていうのをご紹介されてましたけど、はいはい、なんて曲なんですか？私の自身の曲が2曲 CM になったんですけど、すごい、風と太陽という曲と、はい、君の物語という2曲を CM に使ってもらいます。歌ってるんですか自分で？はい、自分で。じゃあシンガーソングライターの歌歌手歌手でもあるということですね。歌手ですね。で演奏が？演奏、まあ自分でギターを弾く時もあるし、ピアノの福寿さんに、やっぱり松下さんで、はい、あ、じゃあもう名コンビですよねですね。なんか結構アレンジとかいろんなことで手伝ってもらったりとかしているので、はい、うん、すごくありがたいです。まあ、いろんなこう CM、まあ、いろんなイメージがあると思うんですけども、その曲はどんな時できるんですか？曲はそうですね、私の場合は何かこういいことだったり悪いことだったり、心にビビビってくる何かがあった時に曲を作ることが多いですね。今日なんかビリビリ来てましたけど本当ですか？じゃあ今日も曲が1曲できるかもしれないですね。お、そのまあ作った曲を、まあ、ずっとこう流してるわけなんですけども、そのなんていうかな、どういう心っていうか、どういう気持ちっていうかな、どういう歌がいいんですか？どうだろう、心にすごく残る曲だったなっていうか、こう応援歌的な意味があるかなっていうふうに思ったんですけども。なんか私自身がそんなに強いあの心を持っているわけではないので、はい、私が作る曲っていうのは自分にも言い聞かせるようなところがあるのかもしれないです。なんか語り調な、うん、だと思います。ちょっと昔の話になりますけども、まあ熊本から東京に出てきた時にやっぱりその自信がなければ、うん、そのある程度、うん、ね、やっちゃおうっていう気持ちにならなかったと思うんですけど、その辺は何かこう裏付けみたいなのがあったんですか？私は自信は全くなくて、あの逆になんか、まあ、自分には本当できることが少なくて、でもどうにか大人になって生きていかなきゃいけないから、唯一褒められたことがある音楽でどうにか生きていこうっていう感じで、まあ転機になった時期があって、でその夢を追いかけるのであれば、ちょっとお家は出なきゃいけないし、この家にいたいんだったらあの夢を追いかけられないよっていうのを、まあ実の姉に言われて、でそれで、まあありました。でその時に、まあ、あの夢を追いかけたいっていうふうに言ったら、姉があの飛行機のチケットをくれて、はいはいはい、それで出た感じです。いい話じゃないですかそう、じゃあ片道切符ってやつですね。本当そうです、片道切符を東京まで出ました。でも切符だけじゃね生活できないけど、何か苦労されたんでしょうか？あのアルバイトとかも当時したことがなかったので、はい、本当に行きのチケットと姉がくれた1万円だけ持って東京に出て、うん、最初はあの地元の友達が東京に住んでたので、その子の家に住んでアルバイト探してっていう生活からの始まりでした。うん、本当に何かこう自分への応援歌的な曲なのかなっていうふうに思いますけど。そうですね、自分を鼓舞するために曲を作ってるっていう感じかもしれない。まあ、そういう意味では今日来られたお客さんはどうなんでしょうかね、あのすごくそういう意味で感動されて帰ったんじゃないかななんてちょっと思ったんですけど、なんかどういうふうに感じてるかっていうのはやっぱり私たちには分かりえないところなんですけど、毎回こう顔を見に来てくれるお客さんがいるっていうことは何か感じてくれたり、あとは逆にこう私たちが応援したいっていう気持ちがあるのかなと。今日来てくれた、まあ、大変の中で今日来てくれたお客さんっていうのはもうあの何回か顔を合わせたことあるんですか？今回はほぼほぼもうあの顔を合わせたことがある
アなファンの方に来ていただいたという感じで。なるほど、長野ちょっと遅れちゃったけど、長野は何回目になるんですか？長野は4回。その時も一緒に。そうですね。マスターさんどうでしょうかね、あの息は合ってるんですかね？息は合ってると思いたいですね。それだけやって合ってますね。そうなんですよ。今後どんな風に曲、音楽活動されていこうと思ってるんでしょうか？今後はなんかもっとこう人を応援する曲というよりかはなんか寄り添える、うん、誰かが何か辛い時とか嬉しい時に寄り添える曲をもっともっと作っていって、でどこでも私の曲が聴ける、うん、そんな感じな活動ができてたらいいなと思います、うん、なるほど、はい、じゃあまずそうですね、まあ、彼女の曲ピアノと、うん、歌っていう形態が多いので、はいはいはい、まあ、ちょっともうちょっといろんな楽器をなんか増やしてみても面白いかななんて僕は個人的に思ってます。誰が楽器やるんですか？誰がそれは、あ、そうかそうか、ね、チーム今日は本来なら3人なんですもんね。そうですね、毎回ゲストとして1人呼んでいるという感じ、はい、あ、長野では3人、長野ではそういう意味じゃなくて、まあ基本2人なんだけどゲストという形で3人で、必ず3人で、毎回必ず3人でやってます。なるほど、そういう形なんですね。はい、じゃあもう一回聞きますけど、はい、今後何かお客さんにメッセージありますでしょうか？メッセージ、みんなと一緒にずっと笑顔でいれたらいいなと思います。はい、はいはい、今日はじゃあ癒される曲ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。約束は一つかい、守るものも一つでいい、欲張りに慣れてしまった私はあなたを失う。感じて